阿部の区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。北部の阿部の橋周辺は、近鉄南大阪線大阪阿部の橋駅、大阪メトロ未動筋線、谷町線天王寺駅、阪海電気軌動上町線天王寺駅前駅があり、百貨店や映画館などが存在する商業地区である。国道25号を挟んですぐ北側の天王寺区に位置する JR 大阪環状線。 関西本線、阪和線天王寺駅とともに、天王寺、安倍野と位置づけられており大阪の南の主要ターミナルとなっている。2013年現在、天王寺、安倍野は大阪府内では梅田、新斎橋、南波に次ぐ大阪の第3の繁華街としての機能を持っており、近畿地方でも有数の商業集積地となっている。安倍野区の最北端に位置する、 近鉄の主要駅の一つである大阪安倍の橋駅は、大阪市東住吉区や大阪府、南河内地,地域からのターミナル駅であり、奈良盆地南部からのターミナル駅の一つでもある。町会、自治会等の自治組織は、金塚、時は、高松、丸山、生命宮、王子、安倍の、反南、長池、文の里の各連合町会が組織されている。北東部の松崎町、 文の里と、南西部の生命通、橋本町、愛をい北畠、手塚山、モーズは、文京地区として知られている。また、南西部は、聖天山風地地区あたり、とりわけ、北畠、手塚山は高級住宅街として知られる。なお、米や大阪メトロ、半海電、気機道上町線の駅名は、安倍野だが、神社名と、近鉄南大阪線の駅名は、 安倍屋となっている。安倍野区の町名には以下のものがある。また現在は住居表示上の町名ではないものの、地域一体を示す地名として、金塚、高松といった地名があり、小学校や連合町会などの名称として使用されている。主な地名の由来は以下の通りとなる。九百四十三年四月一日に大阪市がそれまでの1国区から二十二区制へ分くさせた。 最、住吉区が3区に分布されて誕生した。区域は、大阪市編入前の旧天皇寺村の大半と、田辺町、住吉村、長江村のそれぞれ一部にあたる。区名の由来は、古代にこの地を領有していた、豪族、安倍氏の姓からとする説と、万葉集の山部赤人の歌からとする説、こち名の、登郡天部郷の、甘部からとする説などがあるが、豪族、 安倍施設が今のところ有力である。区名については1943年分区前までの住吉区役所は現在の安倍の区内にあったことから当初の案では分離前の住吉区の区名を継承することが検討されていた。しかし住吉大社周辺の住民の反対によってこの案は撤回され住吉区の名称は現在の住吉区が継承し遠区は 安倍ノ区の名称となった。この際、新区名の漢字表記を安倍ノにするか、安倍屋にするかの論議が起きた。当時、安倍ノ、安倍屋の両表記ともに広く使用されていたが、1925年に大阪市に編入された際、東成郡天王寺村大技、安倍屋から大阪市住吉区、安倍の町へ表記が変更されていたこともあって、区役所の土地台帳や戸籍原簿などに、 安倍ノが使われていたため、安倍ノの表記を採用した。なお1925年に大阪市に編入された際に設置された第一次、住吉区は、第一次案での区名候補は、安倍ノ区だったが、住吉区の名称が採用されている。安倍ノハかす。ス、2014年3月7日に、全館開業、近鉄百貨店安倍ノ本店2007年5月、撮影。この建物は、 アベノハルカスに建て替えられたため、現存しない。日本を代表する大企業の一つである、シャープ旧本社ビル。この建物は、ニトリに売却された後、解体されたため、現存しない。主な商業施設、編集大阪市立大学医学部キャンパス、大阪市立医学部附属病院大阪市立、工芸高等学校本館、桃山学院高等学校シティタワーグラン天皇寺、大学、 短期大学、専門学校、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集近畿日本鉄道会近鉄南大阪線、大阪安倍野橋駅会01こぼれ口駅会例2西日本旅客鉄道 R 阪和線、美少園駅南田辺駅鶴ヶ岡駅、大阪市高速電気軌動未道筋線、天王寺駅、M23 昭和町駅、M24 西田辺駅、 M25 谷町線、安倍野駅、T28 分の里駅、T29 半海電気軌道上町線、天王寺駅前駅安倍野駅松虫停留場、東天課茶屋停留場、北畑停留場、姫松停留場区内では、安倍野橋を拠点とする。安倍野橋からは高速路線も発着する。ありがとうございます。